これで竹ボナーラを盛り付けたら仕上げですね。仕上げにまたここでもパルメザン、こんな感じでやって、その後粗挽きの黒胡椒ですよね、これをこんな感じでかけると、そうするとほら、そうするとほらいい感じにできました。こんな感じですね、こんな感じで、こんな感じで竹ボナーラの完成です。じゃあこれを食べながら話して、じゃあこれを食べながら話していきたいなと思ってます。ということで、たけるくん式カルボナーラ、名付けてたけボナーラ、こんな感じで完成いたしました。ちょっとこれをね食べながらね、またたけるくんの話もしようかなと思ってるんですけど、まずその前にすいません、本気に行かせてもらいます。うまい。昼間のビールは最高っすね。じゃあこれ竹ボナーラもいきますね。こんな感じで、安定のうまさ、安定のうまさですねこれね。ピュアセレクトがねいい働きするんですよ。普通のカルボナーラよりもなんか奥深さがねすごい出るんですよ。いやー満足です。はい、どうもこんにちは。竹ボナーラ食べた後なんですけど、今日そういえばあれじゃないですか、金恋ね、シュガーのね配信したのから、そうするともう1週間経つってことですね。早いようなね短い、まああの時ね、やっとなんだろう、たけるくんの口から春馬っていう言葉ができて、ものすごく感動が、日本列島を駆け巡ったみたいなところがあるんですけど、まあちょっとこの記事ね、今見てる記事はその日の記事なんですよ。先週のその9月15日、だから9月15日の昼間だから、まだたけるくんがシュガーに触れる前の記事だからあれなんですけど、春馬くんが亡くなったことで、アミューズがね、要はアミューズが、僕も動画で出しましたけど、アミューズがね所属アーティストに対する誹謗中傷とか憶測、アミューズのアーティストに対する誹謗中傷とかをやってる人、記事とか憶測記事とか、まあ、誹謗中傷にしてる、まあ、ネット系ですね、 YouTube も含め、Twitter だったりとか SNS 関連ですね、それに対して法的措置を取るっていう話が出たじゃないですか。でまあ、それで三浦春馬くんが亡くなったことによって誹謗中傷がねいろんな人に寄せられて、三好彩香さんなんていうのは最たるものだったっていうことが書いてあるわけ。たけるくんにもその誹謗中傷がいっぱい来たと、まあ要するに全然春馬くんに対するコメントがないから冷たい人だとか、何か言ったらどうなんだとか、そういうバッシングが多かった。でまあそれに対してのなんかいろんな憶測も流れたじゃないですか、心ない、ね、憶測も流れたわけだし、この前の週末の前日14日に芦名聖さんがねもう自殺したじゃないですか。水崎あやめさんっていう同じホリプロの女優さんがツイートしたんですよね。それがね結構いいことを言ってて、要するにコメント出さない人を否定したり責めたりするのはやめてくださいっていうツイートなんですよ。でね、それに書いてあったのがね、ちょっと読みますね。近しい人であろうが遠い人であろうが、暗いニュースの時でもそういう感じのツイートはやめてるのだけども、それでもその件に関して何も思ってないの？どうなんですか？とかいう人がいるので書かせてもらいますと。人が亡くなったことを知って喜ぶ人がどこにいるのと。そりゃそうですよね。大なり小なり何か思うことあるでしょう。誰が死んでも悲しいし辛いと。それを事情も何も知らない人がとやかく言うことではないと思うと。それによって傷つく人もいる。こういう時にコメントを出さない人を否定したり責めたりするのはそろそろやめませんかっていうツイートをしたんですよ。これ僕土星論だと思うんですけどね。それでコメント出さないから冷たいとか、あいつは何か裏で思ってるとか、まあ特にね、まあ今も思ってる人もいるのかもわかんないけど、
タケル君のことはそういう見方をされてたじゃないですか。でもね、そんなね、関係あってね、関係あった人が亡くなって悲しくない人もいないっすよ。ハルマ君のことにコメント出したらコメント出したら、勝村さんみたいに炎上することもあるわけじゃないですか、不謹慎とか。だから要するにコメントを出さなくても批判する、コメントを出してもバッシングする。だからこれってね、どっちも危険なことだってことなんですよね。だからまあ、それ僕もね、散々ね、この自分のチャンネルでは言ってますけど、そこでコメント出すべきだっていうようなことを言ってる人たち、僕はおかしいと思いますよ。うん、それってまあ多くの意見だと思います。出したら出したって問題になりますもん。だからこの前のタケル君のあのシュガーの時の、まあ、春馬がっていう、いや、こういう役なんだ、そしたと LINE でみんなで見ましょう。まあだからタケル君とかスタッフとかが考えた精一杯の形っていうのがあれだったということであり、またあれで伝わったし、うん、下手に変なタイミングでコメント出さなくても全然良かったと思うし、とその今日もね、もちろん僕は見ますよ、あのドラマは、金恋は、その金恋が始まる時にタケル君なりの心遣いで感じですね、あれをやったことがベストだったし、という記事が15日に先週に出てたんですって、あ、出てたんだなっていうのがちょっと見つけたので、あとまあほら、僕のそのよく僕にコメント来る人で YouTube で春も、まあ要はタケル君のことをなんか悪く言ってますよみたいな、これとこの人とこの人とこの人なんていうのが密告されたりするんですけど、僕が思うにね、顔出しして YouTube やって悪口言うんであれば、それはその人は覚悟があるなと思いますよ。批判覚悟でやるだろうし、炎上覚悟でやってるんだろうなっていうのは、いい悪いは別として YouTube をやってる人間としては認めたいですよ。それは一番良くないのは、やっぱり 顔も出さずに自分だって身元バレないで悪口言うのかなっていうのは一番思いますけどね。保身に走りながら悪口言うっていうのはちょっと、なんかちょっと嫌だな。うん、僕もそうですけどね、あのリスクがありますから、やっぱりあのいくらね、素人がね、適当に好きに喋るって言ってもね、ま、それこそね、いっぱい YouTuber で炎上してる人たちもいっぱいいるし、わざと炎上させる人もいるしね、炎上系でね、その方があの見られるしっていう人もいるわけだし、まあ怖いですよ、やっぱりやってて。僕も半年ちょっとやってるけど、顔出ししてやるのはやっぱ怖いですよね。でも顔出ししてやんないとつまんないですよね、やっぱり伝わんないじゃないですかと思ってやってますけどね。まあそんな感じです。とりあえずはそんな記事があったので今喋ってみたのと、あとまあ春馬くんのドラマもあった、今日今夜見たいなっていう話でした。それでは。